唱練習を始めます。私に続いて復唱してください。緊急事態発生。ただいまをもって全作戦を中止。全部隊は直ちに撤退してください。この後私の言うべき言葉は、緊急サプライズ発生。ただいまをもって全作戦を中止。全部隊は直ちにフラッシュモブに参加。了解しました。緊急サプライズ発生。ただいまをもって全作戦を中止。全部隊は直ちにフラッシュモブに参加。了解しました。そんなものに参加したら全滅します。本当だわ、恥ずかしい復唱させるな。ではもう一度正しく。緊急事態発生。ただいまをもって全作戦を中止。全部隊は直ちに撤退。了解しました。緊急事態発生。ただいまをもって全作戦を中止。全部隊は直ちに撤退。了解しました。その調子です。確実な復唱を心がけてください。楽器のチューニングなどで使われる音叉という道具は知っているな。来た、いただきました。ラッキー問題だ。これは叩くことである音が鳴る道具だが、かやもり、何の音が鳴るか答えろ。何の音。正解だ。よっしゃ。音叉を叩くとラの音が鳴るようになっている。でもどうしてラなんだ。どの方が分かりやすくない。いくつか理由はあるが、オーケストラのチューニングで使用される音がラだからというのが大きいな。今日でフェーズ3の訓練も最後よ。作戦行動目的を完遂しつつ、目標タイムを下回れば終了よ。ついにか。葵さん、防御支援だけではなく攻撃とのバランスも頭に入れておくようにね。了解です。 31A は力任せな攻撃に頼らないように。みんな大丈夫だよな。あなたよ。私？あなたたちの連携はある程度形になってるわ。それを踏まえて応用の幅を広げていきなさい。今日は前回より敵数が増加しているから覚悟しておくように。実戦では何があるかわからないのよ。他にもランダムで想定外の要素を入れているから、どのような状況になっても思考を止めないように、状況の変化に対応できるように事前にシチュエーションを予想しておくようにね。なんだよそれ、すげえ難しそうじゃん。できるだけのフォローはするよ。ああ、ユッキーが頼みの綱だ。均等に頼れよ。では、訓練プログラムを開始します。いってらっしゃいませ。今日でフェーズ3最後だ。気合い入れていこうぜ。こいつありがてえ。ここじゃ。こいつでどうだ。チャレンジャーはルカちゃん。これこっちじゃ満足。焦らず慎重に行くぞ。みんな、せめて。くぅ、いいよ。ここじゃ。こいつは効くぜ。この華麗なやり方こそカレンちゃんの美学。全体止まれ。周辺の視界が悪くなってる。ここから奇襲に備えて隊列を変えよう。二列渋滞だ。了解。あと何分残ってる。残りは18分です。小休止取れるか。
休憩。虫の息だったくせに休憩と聞いて復活したか。樋口さんの方こそどうしてそんな体力あるんですか。この私が日々科学技術研究所で何をしているかも知らないくせに。知りたいような、知りたくないような。ざっと計算したが、そこまで時間に余裕はねえな。仕方ないね。再編成したら出発だ。そんな。諦めろ。あと少しです。皆さん頑張りましょう。みんな冷静にな。これでなんとかならない。こいつありがてえ。ここじゃ。私に任せろ。この華麗なやり方こそカレンちゃんの美学。これで終わり。作戦行動完了しました。デフレクタも基準範囲内です。まあまあね。基準タイムもクリアしているし、合格ね。よっしゃー。かやもりさん、ありがとうございます。当然の結果だろう。そりゃすももがいるからにゃ。お前ら、言っとくけどな、全くもってその通り。不甲斐ないこいつらの分までいつもありがとう。なんかひでえ言われ方されてるぞ。怒られとるんは大体自分やろ。自覚しいや。あれ？ 3HB も自信がつく言葉をチョイスしたつもりなのに。そこまで配慮していただいてすみません。よし、合格したし、みんなで食事でも行くか。待ちなさい。この後1700までに各部隊で改善点をまとめて書面で提出しなさい。その後1715からミーティングよ。遅れずに集合しなさい。では、今日の訓練はここまで。解散。お疲れ様でした。今日も紹介任務に行くか？ああ、出撃しよう。了解。前の続きから紹介するか。ユッキー、未探索の区域まで案内よろしく。了解。やばいかも。わしにやれぬ敵はいない。血が騒ぐの。みんなにこの力を。こいつありがてえ。私に任せな。すごいわ。よっこらショット。この調子で頼むぜ。そう、頑張りどころで。カーレンちゃんでーす。血もらうやろ。黙らしたら。それだとダメなんじゃ。血が騒ぐの。もらった、すごいわ。やるしかなさそうね。みんな、せめて。くぅ、刺激が頼もしい。砕けろ。次はわしがやる。やっちゃう、やっちゃう、やらせてー。たまらしたる。そいつに対して対応があるみたい。もらった、すごいわ。逃がさへんで。いいんじゃない、これでいけるはずよ。くぅ、カレンちゃんでーす。くらえ。ちょ
総方位を敵に回すとこうなるの。ルカ、これで割り当ての紹介地域探索は完了だ。ここまでか。ロータリーモールは見つからなかったし、基地に戻って司令官に報告すっか。紹介地域は全てチェック済みで、見つからずか。ありがとう。よくやったわ。ただ、目標を倒していない以上、特別紹介任務は続きます。別名あるまで待機していてちょうだい。了解。今日も疲れた。ユキさん、ルカさんがおぶさってきて、重いです。なんで一番小さいのにおぶさる。別に気にしてませんか。まあ、ご飯食べたら元気になるんじゃない。そうね、ここのご飯いつも美味しいし。そこまでの我慢や、タマ。もう限界。ギャイヤー、重い。たどり着いた。おい、ルカ、晩ご飯だぞ。よっしゃー。食ってもないのに元気になりやがった。で、メニューは？刺し盛りみたい。え、お肉は？あとはご飯にお味噌汁、特にない。限界。マグロにタイに甘エビまであるぞ。十分贅沢だろ。お魚じゃご飯が進まない。誰だ、ダダをこねているのは。あ、かっこいい人。うちの部隊長とは答えづらいな。うちの部隊長です。答えちまった。なんだ、かやもりか。どうした。お魚じゃご飯が進みません。どうしてだ。古来より日本人はそうしてきたのだぞ。超現代っ子なもんで。そんな言葉初めて聞いたわ。フライにでもすればよかろう。何言ってんだい月城ちゃん。もっとお米を美味しくいただく方法があるよ。ほう、聞かせてもらおう。そいつはね、お寿司だよ。なるほど、クラ、さすがだ。酢飯にして握ってやる。お米の美味しさ堪能するといいよ。何これ、すごい美味しい。うちの部隊が役に立てたようだな。別にこいつのためじゃないよ。分かっているとも。案外いい人たちなのか。よし、今日もやるか。なんでこっちを頑張るんだよ。訓練ばっかじゃ息が詰まっちゃうじゃん。それにみんなもこのバンド気に入ってくれてるようだし。ああ、そうだったな。本物もいますしね。それが一番すごいわ。いや、照れるな。今日はなんや、うちはギターでええんか。すみません、遅れました。ノイズでした。ノイズか。ノイズってどういうタイミングでどない音鳴らしたらいいんだ。工事現場みたいなインダストリアルな音。何ねそれ。効果音みたいなのでもいいよ。サビ頭にドーンとかドカーンとかドドドドとか。何やねんそのミスタージャイアンツみたいな説明。相川さん、すみません、葵がギターになってしまったせいで。もともと楽器に興味なんてないねん。
うちは自分のサイキックの可能性を追い求めとるだけや。気にすんな。めぐみさん、かっこいいです。その言葉はうちが救世主になる日まで取っといてや。はい。では、気兼ねなくこのギターを弾かせてもらいます。私たちも気を引き締めなくちゃね。朝倉さん、よくピッチ外してるわよ。え、全然自覚なかった。まあまあ、プロを目指してるわけじゃないんだから、そんな性格じゃなくていいよ。でも、できるだけ正確に取れるように頑張る。ええ、それに越したことはないわ。リズム隊も頑張らないとな。はい。葵もリズム刻むだけやから、二人のノリに合わせたらええで。はい。なんかいい感じになってきたな。あんな大きいものよくなくせるね。摩擦抵抗が限りなくゼロに近いので、すぐ手から滑り落ちてどこかへ転がっていくのです。盛大ななくし方をするね。この辺りでなくしたの？はい。ナビだらけじゃん。そこがまたトラップなのです。これだと思って拾い上げたら、ナービーのことが多くて。そんな間違い方ある？とりあえず、この辺りをくまなく探してみるか。お願いします。山明様、これだ！いいか。これだ。チッ、ナービーか。やるしかないのに。そりゃやるしかねえな。これだ。チッ、ナービーか。本当だ、トラップにかかりまくる。よしよし。めぐみさんがたったまま寝ています。ナービー広場に来たけど、どうしようかな。いや、また今度にしよう。これだ！チッ、ナービーか。いや、ナービーの下にあるこれは。このツルツルピカピカな手触りは間違いなく水晶。よかった、ナービーじゃなかった。サクちゃん、見つけたぜ。助かりました。ありがとうございます。あなたによろしくない影を感じます。唐突に占いが始まった。でも影って漠然としてるな。よくない影って言われてもな。私の占いを疑うのですか？所詮占いでしょ。サクちゃんはすごい実績があったりするの？お客さんの満足度 69%。 リアル。的中率は 53%。 ほぼ半分。いいえ、二択ではなく言い当てるのです。それで 53% は占い界では脅威の数字。じゃあ影って何なの？それを言い当ててよ。影は黒い、悪い影。これはそう、悪意のような影。悪意？
誰かに恨まれてるのか。まあ人生いろいろあったからね。恨まれているのとは違います。これは見下されている。悪意だ。まあ大人たちには見下され続けてきたような人生だよ。これも何かの縁。アドバイスを差し上げます。ただで？いえ、占ったからにはもらうものはもらいます。その商売道具を見つけてあげたのは私なのに。 1GP で安っ。逆に不安なんだけど。その占い多かれ少なかれ対価があれば占い師として成立するので。じゃあはい、 1GP。 確かに対価をいただきました。この先好きな人ができます。私に？ええ、その人のことを信じるといいでしょう。この状況下で私なんかが恋するとはとても思えないんだけどな。人類で一番恋から遠い人間だぜ。人間変わるときは変わるもの。そうか、私がか。意外だな。当たるも八卦、当たらぬも八卦、そういうもの。そうだ、半分外れるんだった。正確には 47% の確率で外れます。そんなの誤差の範囲じゃん。 53% の確率で当たります。いや、あんまり印象変わんないよ。とりあえずそのアドバイス気には留めておくよ。あなたが健やかに過ごされることを祈っています。サクちゃんを誘ってお風呂に行こうかな。サクちゃん、一緒にお風呂行かない？私でよろしければ。やったね。隠れてるから、もしかしてない可能性もビレゾンかなと。占い師たるものミステリアスでなければならないので、普段は髪で隠しています。見ることができるのはこうして髪を洗っている時ぐらいでしょう。すごいラッキーな瞬間じゃん。よーく見ておくぞ。あー、すぐ流して見えなくなった。もっと見てたかったのに。サクちゃんの綺麗な目。綺麗でしたか。見せていれば美人占い師として大人気になるほど綺麗だった。占い師たるものミステリアスでなければならないので見せません。もったいないな。まあいいや、また見せてね、機会があれば。